ED24 型の形式図 ED57 型は日本国有鉄道の前身である鉄道省がドイツから輸入した直流用電気機関車である国鉄最後の輸入電気機関車となったシーメンスシュケルト社とボルジヒ社によって1927年に2両が製造され旅客列車建員用として1928年に輸入された車体は箱型で 運転台部分の側板は幅が端部に向かって絞られており、前後にデッキを有する。車体中央部の屋根は一段高くなっており、その前後に大型のパンタグラフが設置されている。前面の運転室窓が高い位置に設けられているのが特徴的である。また、運転台のマスターコントローラーが円形のハンドル型であることも特徴である。 国鉄の電気機関車としては、唯一のシーメンス製で、他には上新電鉄の出来1型や名古屋鉄道の出来1系、三井三池公務所の B 型機が知られているが、それらはいずれも小型の突型機で、機械部分の製造車は MAN 車であり、機械部分をボルジヒ車で製造された、本形式は希少な存在であった。ED56 型と同様に、 東海道本線に配置されたが、中央本線電化後は、八王子機関区に移り、飯田町八王子間で使用された。1944年3月に、大宮工場で、歯車非改造を受けて、貨物列車系引用の ED24 型となったが、その後も、同区間で使用され、1 9 6 2年2月に、廃車された。廃車後は2両とも解体処分され、現存しない。 ありがとうございます。